残念、山本親方ご引退です。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職永田光希でございます。2019年12月18日水曜日、今ちょうど朝5時16分、外は雨でございます。朝動画でございます。はい、実はですね、残念でございます。山本親方、前から体調が悪かったんですよね、ご兄弟ですね。ですから、もう年内いっぱいで、もう勇退ってことで引退なされることになりました。もう本当、山本親方、今までありがとうございました。もう先代の父、そして私の代にですね、国産仏壇、いい国産仏壇、それあと熊門仏壇とかですね、もう作っていただきまして、本当に誠にありがとうございました。山本親方のおかげでですね、我々ご飯が食べてきました。本当にありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。で、今日実はですね、挨拶に参ります。で、山本親方にところにですね、ご挨拶にお伺いして、で、その前にですね、実はですね、兄弟弟子の大阪仏壇店様のところにお伺いいたします。ご紹介いただきましてですね、大阪仏壇店さんに当店の国産仏壇バトンタッチでございます。実はですね、こちらが常務様と工場長様ですね。非常に誠実なお人柄でもう出てらっしゃいますね。はい、ですから、やっぱりですね、兄弟弟子なんですよ、山本親方とですね。はい、ですから切磋琢磨してですね、鹿児島の地で国産仏壇を頑張って販売してこられております。今度は大きいんですね。従業員が30名様いらっしゃいますですね。で、有名、業界で有名です。大阪4兄弟としてですね、匠の兄弟でございます。で、今日ですね、ホームページ用の写真、動画、撮影させていただくという形になっております。はい。ですから、山本親方、ご兄弟様、もう本当に今までありがとうございました。もうお心よりお礼を申し上げます。今までですね、本当にですね、もう国産仏壇製造一筋、お疲れ様でした。今までで熊本にですね、たくさんのですね、山本親方が作っていただいたこのお仏壇ですね、ございます。で、我々これからもですね、アフターサービスステージ行きます。で、山本親方の心ですね、国産仏壇を作るこの気持ち、熱い気持ちですね、引き継いで頑張ってまいりますので、一つよろしくお願い申し上げます。本当に山本親方、今までありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。はい、では、ここまでですね、この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。これよりお礼申し上げます。皆様の開運をあって、お祈り申し上げます。